これよりクリス・ヤングブラッド、マーク・ヤングブラッドのヤングブラッド兄弟が入場してまいります。ハンセン・エースとのタッグマッチ、サマーアクションシリーズの開幕戦です。非常に華やかなムードに包まれました。太鼓の音、そしてインディアンのいわゆるこの雄たけびが聞こえてまいりました。独特のこの音楽になりまして、太鼓を打ち鳴らし、そして雄たけびを上げて、アメリカの星条旗を打ち振っての入場であります。ヤングブラッド兄弟、華やかな雰囲気に包まれました後楽園ホールです。93年下半期の幕開けとなります。このサマーアクションシリーズ三冠戦、ジョニー・エースの入場です。新生超世代軍、インドの特別参戦、デストロイヤーのラストファイト、ボスマンの久々の来日、見どころいっぱい、世界の実感つかかっていった。実感がまずマーク・ヤングブラッドに打ちかかっていきました。放送席前、ただこんなロングハットもドミノのハイドは脱ぎ捨てておりません。ジョニー・エースの方はブラッド・ハンセンはマークに猛然と今赤の鉄柱攻撃、そしてリング上のクリス・ヤングブラッドに対しまして、今度は2人がかりの攻撃です。ハンセン・エース開幕戦から大暴れ、白いトランクス、ジョニー・エース金髪、そしてテキサスの名誉をプンプンさせましたスタン・ハンセン。さあエースがクリス、この挑発の方がクリス、お兄さんでありますヤングブラッド兄弟、そのクリスの方を捕まえました。ジョニー・エース入ってくるところも溝落ちのあたりにキック、そして今度は頭にキック、ストンピング、ジョニー・エースであります。砂漠レフリー、ジョー・ヒブチ、ハンセン、そしてエースの奇襲攻撃がこのヤングブラッド協会の剣を制しております。カバーに早くも行きました。カウントは2つです。解説はジャイアント馬場さんにお願いをしております。さあ左のラリアット、これをかわしてヤングブラッド兄弟反撃に移りそうだ。あ、ちょっとは単発、ジョニーエースが早くも場外に、スタンハンセンが待ち受ける、髪を掴んで鉄柱防いだ、チョップ、インディアンの血が騒ぐ。さあチョップ、村板攻撃、ハンセン、チョップ、水平打ち、手下切り、追い込んでいく、エプロンには打ち下ろす、ナタのようだスタンハンセン。ものすごい、馬場さん、このヤングブラッド兄弟の参戦で実にこのフレッシュな感じがこのサマーアクションシリーズしますね。そうですね、まあこのですけどもね、はい、まあ、こうやってスタートがね、この最初からね一気に来られてね、これはちょっとあんまりいいムードじゃないですね、はい、これを逆にヤングブラッド兄弟がハンセンエースに仕掛けていますと非常に逆にいいムードになったんですが、さあご覧ください、コーナーの方を見てみましょうか。ご覧のように今チンドックに捕まっておりますが、コーナーの方から規制を発しておりますのがマーク・ヤングブラッド、弟の方であります。その声が届いていますでしょうか。さあコーナーのクリス、そして兄マーク・ヤングブラッド、さあスタン・ハンセンだ、スタン・ハンセン、そしてエースだ。ここはなんとかして粘りたいところです。ヤングブラッド兄弟、エースのフライングラリアット、もろに食ってしまいました。マーク・ヤングブラッド捕まっています。クリスに、弟にタッチすることができません。さあ今度はフロントのスープレックス、あ、しかし動きはいいようです。まだタッチして試合の権利のないこの弟クリス、必死にこのカットをいたしました。お兄さんのワークを助けました。さあこれに応える兄から弟へのタッチ、おお、小さい体なんですがその空中戦を生かして飛びながらのフライングトマホークチョップ、いやー見ていて楽しい。
先ほど奇襲を受けたんですが、これで流れを変えることができるかどうか。さあ飛び込む二段キック、これが4度目の来日。しかしちょっと隙を見せてしまいました。左のラリアット。さあスタンド外戦、馬場さん、この辺りはハンセンエース見逃さずなりませんね。そうですね、ハンセンはね、3シリーズ最終戦5ゲームに負けてるんですよね。それは十分気にしてるんだと思うんですね。あ、そうですね。サンハンセン、さあサンハンセン、そうタックマッチでボディにピンを奪われているんです。仙台大会でしたでしょうか。そうですか、その苛立ちを持ち込んできたかサマーアクションシリーズ。そうしますと非常に怖いスタンハンセンです。出るか、出た、パワーボム、バンジキュースか。あー、下から勝ち上げました、下から勝ち上げました。クリスがカットに入るのを下から勝ち上げました。いや、マークを、マークを今勝ち上げまして、場外、そしてこれからゆっくり弟のクリスをやっつけようというところであります。スタンハンセン、早くも左へ、左手、左手、左手、あー、髪を掴んでラリアット。今度こそカウント3か、カウント3。そしてマーク・ヤングブラッドのお兄さんにもラリアット。そしてテキサス・ホールドトーン、まさに夏の